今日は2021年の上半期私が使ってすごい良かったなと思うベストコスメを発表していきたいと思います。毎月いろんなコスメを自分で探しに行って情報を仕入れて試してはいるんですけど、いいのがありすぎてすごくどれにしようかなっていうのをめちゃくちゃ悩んで、6つのアイテムは必ず使ってることが多いかなっていうのでベストコスメに選びました。ファンデーションはしておらず、マスカラとアイラインと眉毛だけしてるのでなんか変なバランスですけど、ベストコスメを使って顔を完成させたいなというふうに思います。まず一つ目はラネージュ。これお姉ちゃんもいいよねってすごい言ってて、ピンクの方なのでマットの方、マットって言っても本当にちゃんとツヤも出るしセミマットくらいかなっていうふうに思うんですけど、自分の肌に合うファンデーションが今まで少なくて、これは本当にその私の肌の色味に合っててプラス少し明るくしてくれるような感じ、色味にまずすごい惹かれました。でクッションファンデなので楽ちんですし、セミマットだからそのマスクとかしても落ちにくいし、本当に塗り心地が良くて大好きです。理想の肌に仕上がります。なんかみずみずしさもあるけどそんなツヤツヤしすぎてなくて、ファンデーションはカバーと肌の明るさの見せ方だから、そこはちゃんと崩れないものにしたいなっていうのがあるので、うん、いい感じ。2つ目はペトボスのミネラルモイストシルキーベール 2020CF フェイスパウダーです。本当に乾燥肌なのでパウダーがやっぱ本当に合うものが少ないんですけど、乾燥肌の私でも全然ミネラルなのでもちろんこう保湿成分もあるし肌にも優しいから、パウダー独特のそのカサカサ感とかパウダーのせてるなっていう感じではなくて、ちゃんと肌に溶け込んでパウダーの効果を発揮してくれるような万能なものになっています。夏は本当に崩れるのでファンデーション塗った上から鼻とかおでことかにこのパウダーをパフで押さえるように塗っております。それでしっかりとマットにすることでマスクをしたりとか汗をかいてもファンデーションが崩れなくなります。これも出会えてよかったなっていうふうに思います。夏前に出会えて本当によかったです。続いてがケイトのリップモンスターのラスボス。これはもう衝撃でしたね。やっぱリップクリームっぽい質感でちゃんと色味も出るんだけど、なんといってもやっぱそのこれを塗ってご飯を食べたり歯磨きをしても落ちた時の色がこうまばらじゃなくて全体的に少し落ちてふわっとしてるみたいな、ちゃんと色味が残ってるっていう綺麗な色の落ち方で、メイク前に塗ってメイク中にこうずっとつけておくようなものにすごくいいなっていう、新常識だけど口紅下地の口紅みたいな感じで、これ一本でも全然可愛いし重ねてもカサカサにならないのでおすすめです。続いてがアクアアクアのオーガニックプレストチーク01ハッピーマンゴーです。明るすぎないでもしっかりとこう肌を柔らかく可愛く見せてくれるような色味で、安いし可愛いしで使いやすくてとってもお気に入りです。ハッピーマンゴーっていう色がね、マンゴーって聞くとオレンジかなと思うんですけどほぼほぼピンクでも多分ちょっとオレンジ要素も若干入れてるから肌にすごい馴染むのかなっていう感じの、発色もいいし肌にも優しいオーガニックだからピンクチークだと最近これがよく私の中で使うおすすめかなっていうふうに思います。続いてはエテュセのラッシュバージョンアップリッチロングまつげ用化粧下地です。こういうフォームになっていてすごく塗りやすいんですけど、色がついていてまつげ下地なんですけど
だからこれ1本でも全然いいし、とにかくまつげのこうカールの持ちを良くしてくれる優秀なまつげ下地です。これを塗ってマスカラを塗るだけで全然違う。 K-POP アイドルさんとかのつけまつげとかって一本一本繊細で長くて綺麗じゃないですか。そういうのをマスカラで再現したいなと思った時にこの下地がすごく良くて、すごくお気に入りです。最後はこれです。 BCE のマルチアイカラーパレットディアヌードです。淡い感じの色ですごく優しい色味なんですけど、どんなアイシャドウと組み合わせても邪魔をしなくて、しかもよりその色を可愛く見せてくれるような色ばっかりだし、この中で合わせて使ってもすごく可愛くて、オレンジっぽいメイクも良ければナチュラルなヌーディーなメイク、ピンク系のメイクで涙袋もこの上のこの3つで作れたりとかっていうので、すごく意外と万能なアイシャドウパレットになっていて、私はさっきのリップでいうケイトの感じで使ってます。これを何かと混ぜるっていうので、チークを今日ピンクにしたので右下のこのピンクを塗りたいと思います。韓国コスメって結構発色がいいイメージがあると思うんですけど、いい意味で発色が良すぎないというか優しくつくので、他の色を足したい時とかでもこの色が邪魔してこないっていうのですごくおすすめです。おしゃれでちょっと大人っぽさもあるけど可愛い女の子みたいな、くすみっぽいアイシャドウとかを可愛く塗ってるなっていうイメージがあって、はい、こんな感じで、で、まあ、涙袋も描きたい時とかはさっき言ったこの辺の色、例えばこの辺りを取ってこうやって塗るともうすぐ簡単に涙袋描けちゃう。ラメとかも入ってなくてサラサラ系のマットタイプのアイシャドウなので、すごく肌なじみが良くてナチュラルな涙袋が作れます。メイクのバリエーション、カラーのバリエーションが増えるなっていうふうに思います。以上、この6つのアイテムが私の2021年のベストコスメでした。下半期もわー見えてないじゃん全部。こっちのゾーンすごいごつくて、下半期も楽しみにしててください。バイバーイ。